ストの今堀義明です。京都で、バンド活動や作曲をしたりギター教室やオンラインサロンを運営しています。はい、今日はですねこの、前回に引き続きマーシャルの JMP50、68年生のプレキシのマーシャルなんですけど、まあ、そこに直ですね、はい、直で、レスポール入れて、まあ、どんな音になるか弾いていきたいと思います。はい、前回は、ストラトですね。ストラトでエフェクターとか使ったんですけど、やっぱりレスポールだと、これハムバッカーついてるんですけど、出力がねだいぶ強いので、またボリュームに対する原因の反応が変わってきますんで、その辺をちょっと、弾いていきたいと思います。では早速、音出します。これもいつものようにアテネーターつないでます。一応12デシベルにしておきます。はい、これで今、ゼロ。ちょっと上げてこれ今9時ぐらいです。ストラトの時はまだここクリーンだったんですけど、だいぶ、歪み出しますね。今まで10時から11時ぐらい。で12時、はい、だいぶロックなサウンド。はい、まあ僕からしたらもうこれここで十分なんですけど、まあもうちょい行ってみましょう。2時ぐらい。だいぶねちょっとブーミーになっています。低音がこうちょっと詰まる感じ。はい、3はい、なんかちょっとこう飽和したような、ちょっと強めにします。これで今フルです。ちょっとだいぶね強くなってハウってます。まあやっぱり12時ぐらいが一番僕の中では綺麗な歪みかなっていう、イメージですね今。タルジの反応、ボリュームの反応、素晴らしいです。
いいですね。はい。ちょっとアテネーター、8デシベル。やっぱこれぐらいの方がめちゃめちゃいいですね。だから、まあ、アテネーターなしでこの歪み具合を手に入れようと思うと、まだまだでかくなるっていう。ちょっといっぺんやってみましょうか。ゼロ。多分きついと思うんですけどね、これ。はい。おそらく、僕の、録音してるマイクが勝手にもうリミッターかかってしまって、あんまちゃんと聞こえてないと思いますけど、倍以上に大きくなりました、今。これで一応ね 50W なんで、正直100でどうやって使いこなすんかなっていう、感じはしてますね。はい。フェンダーのデラックス、64年生のデラックスアンプにつなげます。ダウンの具合と
ボリュームの、調整しながら弾いたんですけど、ちょっとね、難しいですよ、やっぱり。本当は、合ってねた1段外して、もうちょっとクリアに弾きたかったけど、このバックに対しては、でかすぎたかなっていうので。でかくなりすぎるんでね。でもこれぐらいクリアの方が僕好きなんですよ。で、これで一回諦めて、アテネタもう一段足して、で、下がるんですね。下がるからボリューム上げたんですね。あ、原因っていうか。ってなったんですけど、ちょっと、まあ、僕からしたらこういう、ちょっと歪みすぎかなっていう。はい、まあこういう感じで、まあこんだけ細かい調整ついてるアテネーターなんで、今ぐらいまで追い込めたかなっていう感じで、やっぱり難しいですよね、マスターボリュームないと。まあこの辺皆さんはライブの時とかどうしてるんかなっていう感じで、もしライブとかで バリバリ使ってる人いたら教えてください、コメント欄でも書いてください。まあ僕はこれね、実は借りてるものなので、まあ僕はもう今後、まあ、メインで使うっていう感じではないんですけど、結構ね、昔からやっぱりこれ、みんな使ってたので、有名なギタリストが使ってたんで、すごい興味あって、今ねすごい勉強になってます。こうやって弾いて、でまあこうやってねビデオで撮ることによって、まあ自分のこう、弾いて感じたこととかがそのまま、YouTube 上で、残せるんで、でまあそれを皆さんも見てもらえたら、見てもらって、まあ、感想とか書いてもらえると嬉しいです。では、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンもぜひよろしくお願いします。ではさよなら。